アレックス・サンドロ・ロボ・シーバは、ブラジル・サンパウロ州、カタン・ドゥーバ出身のサッカー選手。セリエ A ・ユベントス FC 所属。ブラジル代表。ポジションは、LSB。2006年から、ブラジルのアトレチコ・パラナエンセの、ユースチームでキャリアをスタートさせ、2008年に、トップチームに昇格した。2010年、サントス FC に移籍した。 2011年7月に FC ポルトに960万ユーロの5年契約で移籍した。FC ポルトでリーグ戦連覇2014から15シーズンでベスト8入りに貢献し知名度を上げていった。2015年8月、ユベントス FC に移籍金2600万ユーロで移籍が決定。契約は5年間。背番号は12番。 9月12日のキエーボ戦で、ユベントスのリーグ戦デビューを果たした。11月21日、ミラン戦ではクロスでディバラのゴールをアシストし、勝利に貢献した。4日後のチャンピオンズリーググループステージ、マンチェスターシティ戦でもマンジュキッチのゴールをアシストした。1月17日のウディネーゼ戦では、ミドルシュートで、セリエ A 初ゴールを記録した。 2017年5月17日のコッパイタリア決勝ラツヨ戦ではダニエル・アウベス、レオナルド・ボヌッチの2ゴールへのアシストを記録コッパイタリア連覇に貢献した。ブラジル代表として2011年1月2011南米ユース選手権に出場しチームの優勝に貢献した。2011年11月10日のガボン代表戦で ブラジル代表デビューを果たした。母国ブラジルで開催された 2014FIFA フフワールドカップのブラジル代表から落選。2018FIFA フフワールドカップの南米予選には2試合出場したが、ロシアで開催された本大会の 2018FIFA フフワールドカップのブラジル代表から落選。2大会連続でブラジル代表から落選することになった。2019年。 母国ブラジルで開催されたコパアメリカ2019のブラジル代表に招集され4試合に出場して優勝に貢献した。ありがとうございます。